皆さんこんにちは、タシチャンダンサーギャバンです。1個前にですね、我が家にやってきました子猫の、菜の花の紹介をさせていただきましたけれども、今回はですね、ダンスのタシチャンダンスのお話をしようと思います。今週末、あと3日4日ぐらいで、待ちに待ったですね、7月17日、池袋の西口公園前劇場で行われる IWGP フェストというダンスパフォーマンスイベントですね。コロナのせいでおそらく開催が2年もしくは3年ぶりぐらいになってるみたいなんですね。3年ぐらい前に私もアイタペアペアさんの一員として出ようということで運営さんとやり取りしてたんですけれども、コロナでなしになってしまってね。そしたらコロナ明けで開催するってなった時に運営さんの方から逆に声かけてくださいまして、ありがたいなということでね。で今回はアイタペアペアさんが千葉の方でね、イベント出られるっていうことなんで、私と、ハックンと、ハックンのお父様の3人で、出場しようということで、ギリギリまでね、練習を重ねているところであります。で、せっかくね、今回は私の名前を取って、タシチャンダンサーギャバンという団体名で出場させていただいてますけれども、タシチャンダンサーギャバンのね、逆に言うと旗揚げ公演になりますんで、今までのイベントで使ってた曲っていうのは、なるべく使わないようにして、新曲で固めてですね、アピールしていきたいなというふうに考えております。で、今回の IWGP フェスは、当然ですけど、タシチアンとかフラのイベントではありませんので、おそらくタシチアンダンスの、を披露する団体は私たちしかいませんので、逆に、好都合というかね、色を出しやすいなというところがありますし、タシチアンダンスの特に男性はね、ほぼ裸というか上半身裸で、踊りますんで、そういう意味ではもうつかみはバッチリですから、3人、しか逆に言うといませんけれども、団体によってはね、20人、30人という大きな、大人数で臨まれる団体さんもいらっしゃいますけれども、そういう団体さんにですね、パワー、個々のパワーで圧倒できるように、対抗できるように、演目を今回は考えております。でですね、なんていうんですかね、イベントの時の曲、演目作りみたいなところ、今回、非常に私自身が自分で作れるっていうところがありましたんで、いろいろ考えさせてもらいました。で、やっぱり、もちろんそのハックンとかハックンのお父様のことだけをただ考えれば、3人で踊れる曲、皆さんが踊れる曲を、順番にこう配置していってね、ほぼ着替えとかもなしで、全曲フルで3人で踊るみたいな構成にすることもできたんですけれども、やっぱりね、なんか踊れるからっていうただそれだけの理由で演目を並べていくのは嫌だなと思いましたんで、今回こうガラッと変えてみました。で、やっぱり1曲目はタシチアンダンスっていうことを知らない方がもうほぼ 99% の中で、やっぱりこうインパクトを出してね、なんだなんだっていうところを見せたいなと思いましたんで、あえて1曲目は私のソロで、1人で3分ぐらい踊るということで、新曲ですね。今回の IWGP フェス出るっていうのが決まってからですね、曲を探して、振り付けを考えてっていうところで、やりました。そういう意味では踊り込みは、他の曲に比べるとね、不十分なところありますけれども、ほぼ毎日のようにね、公園で、その裸足では練習してないですけど、靴履いた状態ですけれども、練習を重ねてっていうことでね、今までの、タシチアンダンスの演目とはまた違う形で、こう、自分の中で仕上げていくっていう工程を踏みまして、とにかく、初見のお客様に、インパクト重視で、奇襲戦法という形でね、私の中ではちょっと考えているんですけれども、とにかくもう、一発目のインパクト。で、別にそのタシチアンのトラディショナルな動きっていうよりかは、なるべく激しい動きを対応して、かつ、やっぱりこう、タシチアンダンス、男性の踊りといえばパオティですから、パオティと激しい動きをミックスして、とにかくインパクト。
インパクト重視っていうところでね、タヒチアンダンスのその本当にトラディショナルなところを見ていただくっていうのは、もう全然次回以降というかね、のイベントで見ていただくとか、私の YouTube の動画を見ていただくので十分だなと思ってますんで、とにかく一発目にね、魂込めるという形で、曲構成を行いました。で、その後は、お父様と、あとは、ハックンのですね、それぞれがやっぱり生きるような演目、かつ、それぞれの着替えも、着替え時間、休憩時間も確保しつつっていうことで、もう本当になんかこう、ソロのオンパレードみたいな形でね、それぞれが、一人で、あの大舞台で見せ場があるという形で、構成をしまして、1曲目、私のソロ新曲、2曲目、新曲、3曲目も新曲、で、まあ、それぞれのソロっていう形で3曲続けて、で、最後だけね、定番の曲というか、まあ、私が振り付けたオリジナルの振り付け曲にはなりますけれども、一応これは定番曲というか、もうすでに皆さんもご存知の曲を、ラストに入れて、お別れという形でね、だいたい12、3分ぐらいで、もうあの途中の、MC とかもなく、もうタン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 と流しっぱなしでいこうと思いますんで、曲は CD プレイヤーに入れて、スタート押せばもう最初から最後までという形でね、音響の操作は一切いらないという形で、仕上げましたんで、まあ、私もダンサーとして集中できるような形にしました。まあ、逆に言うと、その間の、着替えとかで手こずるわけにはいかないんで、まあ、その辺は入念にリハーサルしましたけれども、今回はですね、池袋で行われる今週末の7月16、17で、私が出演するのが17の日曜日になりますけれども、3連休の中日ですね、池袋の西口公園前劇場、非常に綺麗な劇場に仕上がりましたけれども、あの大舞台でね、踊らせていただくと。で、3人しかいませんので、3人の演目ですけれども、プロの方にも負けないようなね、インパクトをお届けしたいなと思いまして、今回はコンセプトを持ってですね、作戦を練って演目を構築しましたという話をさせていただきました。今後もまあ、こういう機会があった場合にはですね、ぜひこう野心的に、なんていうんですかね、全員が踊れるからこの曲を入れようとか、っていうことじゃなくて、このお客様たちにはこういうのを見せたいとか、我々はこういう団体なんですよっていうところをアピールするための演目っていうことで、なんかこう、演目ありきじゃなくてね、コンセプトありきで次に演目っていうところで、勝負していきたいなというのを今回非常に感じましたんで、今後もこういうスタンスでね、やっていきたいなというふうに考えております。タヒチアンダンス秋山でした。ありがとうございました。まるー